こんにちは、たまちゃんです。さて、33人版ハデスのようなゲームが登場ということで、今回は33イモータルズの紹介を行います。こちら大人数で遊べるローグライク風ハクスラです。まあ、ローグライトというと最近はヴァンパイアサバイバーズ系が人気です。大量の敵が押し寄せてきます。で、それだけ大量の敵が襲ってくるなら、プレイヤーが大量にいるゲームがあっても良いだろうということで、33イモータルズは作られたのではないかと思います。もうプロモーションムービーは今まで虐げられたプレイヤーたちの逆襲みたいな形で笑えてきます。で、まず一つのフィールドに33人まで入れます。まあ、みんなでそこらの敵を倒し、最後のボスを倒すのが目標です。で、道中はレアリティ付きのランダムなアイテムを入手してキャラクターを強化できます。しかしローグライトということで、死ぬと道中強化された能力は失います。まあ、毎回短い間隔でハクスラゲーのような構成作りを楽しむ、そんな内容です。で、永続的な強化要素もあり、繰り返し遊ぶことで次第に強くなっていきます。で、特徴は他のプレイヤーとの合体魔法です。まず魔法用のボタンを押すと魔法陣みたいなものが展開されます。そこに他のプレイヤーが上に乗ってボタンを押すと、強力な飛び道具や防御魔法が発動します。で、チャットは多分ありませんが、エモートはあるので、それでうまく息を合わせる形です。もう魔法発動に成功したら共闘感が出てワクワクできます。で、現在 PC のエピックゲームスでベータテスト中です。まだまだ開発中のため、今後どんどん面白くなっていくことでしょう。というわけで、どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。さあ、では始めていきましょう。現在まだ開発中のため、グラフィス面とかね、まだまだこれから良くなっていくとのことですね。これが主人公、四角でシュート、ライトアロー、これか。なんかスタミナ使ってますね。6回まで撃てる。これ以上撃てない。で、三角でリコール、リロードですかね。撃った弾が戻ってくるんだね。で、なんか戻ってくる時もダメージ与えてますね。で、長押し、ヘビアロー、ドーンと、だから飛んできましたね。次は敵を倒せ。お、素早いなこいつ。危ない。ため打ちはちょっと隙が出ますね。しばらく動けない。あとリロードもちょっと移動力が下がりますね。なんか飛んできそうだ。あれやった、倒した。さあ、報酬かな。レベルソウル、パークトークン、能力と引き換え用ですかね。ホールド L2 でマップ、これか。右に行けって言われてんのかな。ハテナマーク、そこになんかあるの。とりあえず右に行ってみるか。ここら辺がハテナだね。なんかあるっぽいよ。どうした、壺。そう、打ってみてますが、これは骨か。画面右下にポイントが溜まってますね。骨ポイントが。ボーンシュレインで回復できる。これか。R1 でボーン25使う。で、ライフは25回復する。左でテレポートストーン。どこかにワープできるのかな。右はキー。鍵がもらえる。でも足りませんね。まず回復。長押しね。さあ、回復しました。ん？これは他のプレイヤーかな？なんかそんな感じだね。こっから33人で攻略できんのか？これは掲示板？クエスト。6パーカー必要？パークを入手するには、なんか呼ばれた。ダンテ。あそこに行けで割れてる。あれがパークか。はじめこれかな？サーリンググレイス。エンパシーがプラス維持される。エンパシーとは何なんだ？今んとこパッシブ能力のようだね。さらにアップグレードもできる。強化ができんのか、能力自体の。マップ開いたまま移動もできますね。これなんかいるけど。衣装かな？ワードロープ。うん、見た目が変えられる。
ウェポンシュレイン、トレーニングダミー。いろんな武器があんのかな。これは剣か。左上になんか技が表示されましたね。長押し、ヘビースマッシュ。三角がガード、ディフェンスができるんだ。これは二刀流っぽいね。テイクダウン、いろんな技がある。これ魔法使いかな。魔法の杖。これで行ってみようか。あ、これがエモートか。あ、できた。こっちか。ミッションは。なんか、亡霊みたいなのがいっぱいんだけど。エターナルゲート。インフェルノ。33プレイヤー。これは22で、これは11。始まった。おう。いますね、他のプレイヤー。おー、すげえ。33人だ。一人でクリアできなくても、これだけいれば倒せる。なんかペットみたいなの連れてる人いますね。身につけられんのか、ペット。どっかで。これお宝？オープン。R1。さあ、開けてみたら、骨に宝石。アップグレード用のアイテムかな？当てがいる。あまり連打できない、この攻撃はね。試しは可能か。なんか動きは妙だな。マップを確認して、他のプレイヤーと一緒に動きますか。結構遠くにいるキャラクターもいますね。すでにいっぱいいるんだな。骨だ。やっぱりなんかちょっと、魔法の軌道がおかしいな、これ。ラグっぽいね。すぐ発射されない。画面右へ今、32人になったのかな。だからやられた？そんなにいるようには見えないな、しかし。マップ見る感じ。これはなんだ？何かを払うことで何かになるっぽいけど。現状足りませんね。なんだなんだなんだ？体の周り何か。危ない危ない！やばそうだ。天災が起きた。とず、報酬を回収だ。おお！何これ？やばいね。どこかにボスでも出たのかな、もしかして。ニューなんとか、どこか開いた。道が開いたっぽいが、どこに行きゃいいんだ。他のプレイヤーの元にテレポートできる。こうか。テレポート。さあ、テレポートして。おお、地獄のような。うめき声がしますね。まさにインフェルノ。なんか生まれた。なんだあれ。ここに人がいっぱいいますね。助けてもらおう。何かがあともう一つ？お、6分の6になったら。あ、人が入ると閉じるんだ。あ、いなくなってしまった。そういうことか。右のジョイスティックではエイムはできませんね。今んとこ。マウスはどうなんだろうね。とず今こちらに向かっている。早々に入ってしまうか。よし。入った。どこにワープしましたね。やばい。これ他のプレイヤー来なかったら、やばいのか。どんどん敵が湧く。6人待たなきゃいけなかったんだ。ギリギリまでね。で、今んとこまあ、どっちすればやれるし。あ、これはやれそうだね。この魔法使い強いな、この攻撃。あれ、パークの何かだね。あれ取りたい。回収だ。やった。ニューパーク。でかいの現れた。ボスキャラか？やばいやばい。おお。うわ。他になんかスキルないの？これ何これ？謎スキル。あ、ここにいるとなんか、味方と合体技出せるとか。そういうやつじゃないの？これね。これ難しいな、これ。動画考えても息合わさないと無理だよね、これ。いけるか？あ、なんかいけそう。惜しい、惜しい、惜しい。こうだ。あ、ダメだ。こうだ。こうなろう。よいしょ。あ、倒した。私の。好きな役に立たなかったけど。これどうなる？何かがアンロックされた。これは開くのか。どっちか選ぶんですかね。とりあえず左。お、なんか出たよ。ユニークレアレリック？レリックだ。さらに出た。で、また元の位置に戻りましたね。インフェルノ。ずっと続くのかな？なるほどね。マッタマーク使えば乗ってくれる可能性ありますね。私のこの魔法陣みたいなものに。今だ！誰か。おりゃ！ 5 人入った。お、よし、なんかバフ得た。あ、ジョインしなかった。あ、そういうことか。ジョインボタン押すんだ。ジョイン！
よし、成功した。なんか、ああ、攻撃魔法なのか。お、来た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 。おお、ああ、ちょっと向きが。なんてことだ。右にしか出せない、私の技は。お、なるほどね。キャラクターごとに。ああ、危ない、死ぬ。ああ、やられたー。魂だ。孵化して。だって孵化できんのこれ。危ない。孵化方法がわかんない。これ助けてもらえる？味方に。やった、ありがとう。持つべきものは仲間だね。で、さらに、レリックを回収しよう。このレリックは、暫定なのかな？よくあるローグライトのね。あ、鍵が足りない。残念。さらに、このレリックか？ニューエモート。新たなエモートを入手した。これ相変わらず。いや、変える。あ、なるほど。右下のゲージが溜まれば。変換できるんだ。攻撃力とか、そういうことか。なるほどね。これあれかな。一回死んでしまうと、最大体力がね、半分になるとか。そういうデスペナルティはあんのかな。ああ、なんだこれ。うわあ、ちょっとやばいやばいやばい。やばいやばい。なにこれ。ああ、何かアンロックされた。なんとかバトル。これなんか起きてる。真ん中の何かどんどん溜まってますね。これがマックスになると。何か起きるに違いない。うわぁ、死ぬー。すごい数だ。うきゃー、やられた。これどうなる？ 2 回やられて、戻されんのかな、どっかに。お、ディヒート。これはなんだ？あ、これは私の結果か。さあ、戻ってまいりました。これが新しいパークか。二つ目取りたいけれど、これアンロックするには、100必要である。道中拾ったレリックみたいのは、やっぱりあれは暫定だったのかな。それっぽいね。エピックが一番性能が高いのか。近くのプレイヤーにプロテクション、防御効果を持つみたいな。どういう条件で発動するんだろうね。とりあえず武器を変えて、もう一回行ってみようか。お、倒した。やったぞー。おー、なんだ ?R1。長押しでなんかなっている。おお、クリアか？ん？ここは？なんだなんだなんだ、何起きるんだ。17人ほどで。母船か、もしかして。おお、うわあ、強そう。うわあ、すげえ。やばいやばい、なんか出てきた。L2 でズームイン、ズームアウトができる。ズームアウトしては良さそうだね。みんなで殴ってどんどん削れてるけど、体力は。うわあ、なんだ、弾かれた。なんだこれ。無理だ無理。うわあ、やめた。ギャー、ここまで来て、無念だ。さあ、本日はここまでですね。こちらまだベータテストは行われているので、気になった方はぜひ一度遊んでみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。